マワキ遺跡の環状牧中列マワキ遺跡、市津マワキ遺跡は、石川県放水郡の都庁座マワキにある、縄文時代前期から晩期に至る集落跡の遺跡である。国の史跡に指定されている。マワキ遺跡は、能登半島の先端から少し内海に入ったところにある入り江の奥に位置する。溶水路工事に伴い1982年から1983年にかけて行われた。 発掘調査により発見された。遺跡は、入江奥の中石定地の遺物方眼層の最近の水田の土地の約1メートル下にあって、そこから約3メートル下にわたって、遺跡の含まれる層が年代順に層を成していた。そこから発掘される遺物なども豊富であるため、考古学の教科書などとも呼ばれる。約6000年前から約2000年前まで、最終、 巨老の生活を営む集落があったものと考えられている。発掘で出土した厚く堆積した300体を超える大量のイルカの骨や長さ2.5メートルもある巨大な彫刻柱、土偶、埋葬人骨、いかつい風貌の土面は後期に属する日本最古の仮面、整然とした土葬などが話題を呼んだ。この遺跡に住んでいた人々は、 イルカ漁を盛んに行ったらしく、大量のイルカの骨が発掘されている。イルカの骨には、石器の矢尻や槍が残っていて、取ったイルカは食用に強せられるほか、骨を再利用したり、油を取ったりされた。また、イルカは、この土地だけでなく、他地域との交易に使われたと考えられる。船は出土しなかったが、船の貝が出土している。さらに、 中部山岳地帯や東北地方からの土器や玉が出土していることからもわかる。一石栽板機の土層からは円状に並べられた栗材の半円柱が発掘された。10本の柱で囲んだと思われる直径7.4メートルの環状木柱列で、おののの柱を半分に割り、丸い型を円の内側に向けている。その太さは直径80から96センチメートルもある。 小さな環状牧中列もあり、これらは何度も建て替えられたと考えられる。同じ石川県金沢市で先に確認された、近森遺跡の環状牧中列とよく似ており、注目されている。このような巨木を用いた建物や構築物は巨木文化と呼ばれ、日本海沿岸から中央高地にかけていくつか確認されている。遺跡は、1989年1月9日に、 国の史跡に指定された。また、出土品のうち保存状態の良好なもの219点が1991年に国の重要文化財に指定された。2000年11月の発掘で、縄文時代中期頃の森土で区画された大規模な集団墓地遺構が検出された。大量の土を動かし、それを積み上げて森土をし墓を作っている。森土は日本列島では、 縄文時代後期に属する北海道斜里群斜里町の環状土ひもろぎ、弥生時代の墳球墓、古墳時代の各種の古墳などがある。人間の労働力を集中して自然の景観を変えてしまう共同作業が縄文の時代にも行われていた。また、中期中央に属する板敷土工墓が発見された。そのうち一期から行楽層による人骨が発見された。 国の史跡となったマワキ遺跡は、マワキ遺跡公園として整備され、園内のマワキ遺跡縄文館では、重要文化財に指定された出土遺物219点を中心とする資料の展示公開が行われ、考古・歴史学習の場として活用されている。また、体験学習館や縄文マワキ温泉、宿泊可能な研修施設、マワキポーレポーレなども併設されている。 ありがとうございます。